檜山の幽霊は僕の友達だ。今年は檜山の公園で花見をしよう。踏まないでください。引きちぎらないでください。ガラスの破片は0円の宝石だ。あなたはジモティーに転生した。檜山トンネル今日始めます。自称シリーズもついに教祖まで来てしまったか。教祖始めました。葉の入れ方がこう頷き、すべての人形が私を見守ってくれている。チビサイジンホームセンターゾーリンガマです。今日も連日大島の金維新編がますます続きます。で今日はですね、なんと自称教祖ということです。なんか教団を、信仰宗教ごっこが始まるらしいです、今日から。でもちろん名前は檜山トンネル教、例のあのトンネルですね、あそこが、まあ、発祥の地ということで、であのトンネルの中にある滝が、まあ、ご本尊ということで、まあ、で私が一応自称教祖ということになっています。その教祖ごっこをですね、まあ、今日から始まるわけですね。まあ何とも言えないことです。でまあ内容は、まあ、古代宗教ですね、まあ、縄文時代とか弥生時代の人と同じようなことをやる。で難しい教義はないです。基本的には自然崇拝で、あとはイタコ教祖は、まあ、信者もですね、イタコ状態になる、憑依した指しですね。いろんな物体を、まあ、全ての物体に憑依できるということになっています。そのイタコ状態になった時に思うことが、まあ、この宗教の教えということになっています。まあ、基本的には自然を崇拝して、まあ、生き物がみんな大繁栄する、まあ、死なないで生き残ると、まあ、当然人を殺すのはダメという、まあ、そのぐらいですよ。教義はすごいシンプルな宗教という、まあ、今日からやっていきましょう。で今日もですね、檜山を調査します。あの今日ネットでも調べたら檜山相当面白いことだったとかって、あの開成中学校は西堀圭選手の出身校だし、あの緑山公園ですか、あの公園も花見の名所らしいです。他にもたくさん、なんか松江城の殿様が見に来たとかですね、まあ、いろんな歴史がある。あと山のふもとに丸郷というスーパーマーケットがあります。まあ、これも今日行ってみましょう。とにかく檜山のすべてを知りたくなってきました。植物も、住んでいる野生動物もですね、まあ、すべてがこの檜山トンネル教の、まあ、教祖の教え、まあ、教祖の内容というか、ただ一個だけ厳しいのはですね、これは島根県民しか信者になれないことになっています。あの県外の人はあくまでこの宗教は入れないということですね。まあ、そこだけ厳しいです。それ以外は結構緩いので他の宗教も容認しますし、そんなにあの禁止事項は少ないです。じゃあやってみましょう。この競争ごっこをやってみます。この檜山トンネル教ですけど、ちょっと一つ注意することがありまして、この宗教は調子がいい時はですね、信者は、まあ、滝のようにすがすがしい顔をしているんですけど、まあ、たまに調子が悪い時あるんですね。調子が悪くなると、まあ、教祖もですね、信者もあのなんかゾンビ化するらしいんですよ。ゾンビ、あの例のセルフ肝試し状態ですね。あのなんかもうアンデッドモンスターになって、で身動き取れなくなるらしいです。まあ、ただ幸いですね、まあ、ゾンビになっても人を襲うことはないらしいんですよ。幸い危害を加えることはないけど、ゾンビ化するとですね、まあ、何にもできなくなるらしいです。とにかく何にもできない生き物になる、まあ、生き物というか、まあ、死ゾンビなんですけど、まあ、そこだけがちょっとこの宗教のですね、まあ、デメリットというか、まあ、危険なところであります。でもそれは必要なことらしいです。たまにゾンビ化しないとですね、健康を保てないらしいですね。まあ、うっせえわと一緒でゾンビ化は、まあ、健康のためにどうしても必要らしいですね。まあ、だからそれも分かっていれば、まあ、これはいいことだって分かるらしいです。君の得意技は忘れた頃にやってくることだね。ネズミ、かわいい問題、残酷でもあり悲しい出来事だ。スマホの見すぎ、スマホの見すぎ、目の健康保ちましょう。
さあ、これが檜山トンネルの麓にありますスーパーマーケットマルゴ。檜山トンネルに住む者にとっては多分定番のマーケットでしょう。まあ、うちは隣の町なのでちょっと来ないんですけど、まあ、今日からここが、まあ、自分にとっての大切なかけがえのないスーパーマーケットになるということです。ここは松江四丁に向けて歩ける抜け道、まあ、車は通れない謎の道、なんか気配的にはですねやばい気がします。ちょっとここで句を読んでみましょう。ちゃんと竹林が管理されてるのがすごいですね。こんな人が誰も来ないようなところだけどちゃんと竹林は管理されてます。そして動物よけのこの有刺鉄線がすごい、この雰囲気がまあ本当肝試しの会場になってる。ネットで見たらこの檜山はやっぱりお化けが出るって有名みたいで本当に肝試し場所になってる。でも私は檜山トンネル橋の教祖ですから幽霊を友達と思っています。全ての幽霊と友達になって現実の友達を作る前にですね幽霊友達を増やしておきましょう。幽霊たちと会話をします。竹林のアーチに招かれて幽霊を友とする。ここは本当に松江市の秘境でしょう。本当に松江市民でも松江市民でもとにかく来ない場所でも松江市のど真ん中にある、そこが不思議です。これだけど真ん中にあって誰も来ない、本当に肝試しするのにぴったりな場所になっています。多分松江四中の生徒はこれ肝試しやってるんじゃないかと。あれが松江四中。松江四中は30年前私が中学生だった頃、まあ、荒れてるということで有名だったんですけど、ネットで見たら今もなんか荒れてるそうです。そういう伝統が教師と生徒の間が仲が悪い、なんかそのあんまりいい評判がないですね。校舎もなんか狭いらしいですね。校庭もなぜか厳しい場所になってます。開成中学校はそんなことないんですけど松江四中はなぜか、これが松江四中ですね。昨日来た公園よりも怖いですね。この方が昨日よりも今日の道の方が本当に人がいたらですねびっくりするんですよ。こんなところに人がいるのいるはずがない。まだ公園の方がマシな気がする。一応人の家もあるのかにしても本当に何とも言えないですが、やばいだ。ここからなるほど、ここまでは車で来ると、あ、ここから一応普通の街みたいですね。今度自転車で全部調査しないといけない。なんとなく今戻ってきて思ったことは、多分この竹林は松江四中が管理しているのかなという気もしました。でこの柵がやたら頑丈に作って有刺鉄線しているのはですね、多分あの松江四中の生徒がこれ侵入しないための有刺鉄線なんではないか。これがなかったらですね多分中学生はなんぼでもですねこの山の中入って遊び出すと思うんですね。学校のすぐその隣ですから多分これは中学生を侵入させないための策だと、まあ、そう定義しました。ここで句を読みましょう。この有刺鉄線は中学生よけの策だ。さあ続いて玉山公園に着きました。まあ、昨日やってきたあの中根碑がある、これ歩兵連隊のなんか石碑も立ってるそうですね。ネットで見たら分かりました。もう一回調べてみましょう。昨日もだったんですけど駐車場に車が止まってるんですよ。使ってる人もいるだし、本当に不気味な気配です。本当に肝試しするための公園、まあそんな気配です。本当に朝太郎愛バイピョコスと書いてあります。バイピョコス下町先生と書いてあります。下町先生なんでしょうか。下町先生、これは生徒の名前が書いてあって、あの退学おめでとうって書いてあります。退学おめでとう、よっぽど悪いやつが退学してるのか。帝京平成大学ここがすごいって書いてあります。
森天の好きな人はカスベだそうです。セーバンプ面白いよ。作者田中ストライク月刊コミック G、 コミック G 連載だそうです。おすすめの漫画をおすすめされました。とても不思議な気持ちになります。この落書き文学という、あ、純文学ですね、純文学、すごいメッセージ性がある、すごく不思議な気持ちになります。これもですね、あの檜山トンネル教の、まあ、教義の一つにしましょう。落書き文学を愛読するということが、まあ、この宗教でも行い、ものすごくあの不思議なものが立っています。これは多分戦時中ですね。もしかしたら二宮尊徳さんの像ですか、何かしらの、もしか何かしらの戦争に関するあの石像があったんじゃないかと思います。だから文字が消してあるし消滅してると。でも全部撤去するお金がなかったのか、すごく不思議な空気があります。多分幽霊がいる、うん、今感じました。ここに幽霊がいる、木が入ってしまったけど、なんとも本当に憑依するような気がします。憑依どう会話するか、私は霊感はないんですけど、この公園には本当に幽霊がいると今感じました。本当に昔から大事にされてた場所、大事にされてるけど今忘れ去られてる。本当に幽霊が、本当に友達になっていい方向に導くと、落書き条例の技術を使ってこの公園にいる幽霊を全て浄化していきましょう。いい方向に転じると、必ずや。もう一つ分かりました。この檜山トンネルの滝も秘宝なんですけど、この公園の中根碑ですね、もう秘宝でしょう。隠された島根県民の秘宝。でも地元の人がちゃんと祀ってるみたいで、あのちゃんとお供え物とかあったですね。謎の台座は反対側にももう一個ありました。あのついで立ってた、何だったのか。しかしここに来ると本当に不思議なパワーが得られる気がします。ちょっと恐怖を感じます。気をつけないと、本当に気をつけないと、そんな気配もする場所です。山の中にひっそりと昔からある祠が置いてあります。本当に昔からある。そんな今日も松江生協病院の駐車場にやってきました。車を置いてゴミを拾う。あと今日はトンネルが2つあるけど、東側は下見して西側を仕上げようと思います。西側はほぼ完成が近い、東はまだ全く手つかずです。ちょっと行ってみましょう。で最後に滝を拝んでですね、滝から神のお告げを聞いて帰るそうです。山の神のお告げが最後にあります。知らないうちにトンネルのすぐそばにセブンイレブンがニューオープンしてました。しかもよくわからないあのイタリア料理屋さんもあります。今度これ食べに来ると面白そうですね。東と西は全く構造が異なる、あの学生が通いまくってるからガムが捨てられまくって落書きがされまくってる、もう全く違います。東と西はもう別空間で、作った年数も7年も違うと思う。あの西の方が7年早い、で東が7年若いっていうことです。どういうことなのか。このトンネルは本当に幽霊が出るって有名らしいですね。確かに見た目からしてもう出てる気がします。この音といい、音が不思議ですね。ここにが宇学園はまたとないグラデーション。どんな姿になろうともガードレールの端くれです。振り向いてトンネルの内側を覗く。この東側はすごくゴミの量が少ない、落ち葉が少ないです。これは予想ですけど、このトンネルを修理したから、こっちがこの屋根を修理してますよね。ただこの時にもしかしたらついでに
掃除したんじゃないかと、何年か前に。だから量が少ないと思われます。西側はもう全く、もしかしたら10年ぐらいやってないかってぐらい汚れてましたけど、こっちはですね割と大丈夫、せいぜい 1,2 年分ぐらいの汚れじゃないか。だから圧倒的にこれは早く終わるかもしれないですね。ゴミを拾い尽くしたら、この次はこのグラデーションを、ホコリを落とすかという話なんですけど、でも多分この道路沿い際際で作業してたらですね、多分ドライバーの迷惑になるから、なんかやってたらまずいことない、難しいです。壁は手をつけるべきか、本当に難しい。これはガムだと思い込んでたんですけど、なんかガムじゃないものかもしれないですね。道路を工事するために生じる何らかのペイント剤、原因は不明だけど、この一箇所にだけものすごい集中している謎の紋章です。これも、まあ、秘宝の一つでしょう。秘宝、このマークからしてお化けでしょう。次の休みの日はですね、多分この檜山トンネルのすぐ近くの民家の近くの道にやってきて、でこのトンネルの真上ですよね、キワキワまで近寄ってみると、それが重要かなと思いました。とにかく、まあ、立ち入り禁止とかはもちろんダメだけど、どこまで近寄れるか、このトンネルの真上もですね。でやっぱり本当に、まあ、お化けはいるでしょう、このトンネルは。ですけど、まあ、お化けはいることは確かだけど、まあ悪いお化けではないと、まあ信じる。そうですね、ここで人が死んだとか聞かないですから、まあ、良いお化けだと、まあ、私の友達、そう友達です、そう思ってこの檜山トンネル橋を続けていきます。朽ちてゆく錆なら、朽ちてゆく錆ならば俺もする。錆び切った金属のせんべいです。落ち葉拾ったから楽勝かと思ったんですけど、いやめちゃくちゃ落ちてます。あのなんか錆びた金属が、それがものすごいわびさび、まあわびさびそのものでしょう。もうとにかくそれを取ってやってます。錆びた金属の形は幽霊だ。この金属自体がタイムマシンだと思うんですよ。多分40年前作ったから、40年経つとこうなるということを表している。楽勝かと思っておりましたが、考えが甘かったです。出直して参ります。ここだけ唯一水が流れてますね。他の排水口は全く音がしなかったけど、この音からも何らかのメッセージがあると思われます。もっと聞いてみましょう。上から下に流れていく、急いでいる。一体これは何という成分でできているのか。花火であるがごとく汚れが描く。さあこれでだいぶやったので今日は帰ります。あの甘く見てました。この鉄のゴミはですね、まっすぐに終わるだろうと思ったけど、重たい上に大量にやりました。一回で終わらなかった。いろいろでお告げも聞けました。お告げは、まあ、甘く見ていましたということですね。それを懺悔していくという世界、まあ、これは全てに当てはめていくということなんでしょうね。多分お告げでしたから、ゴミ拾いだけじゃなくて、まあ、全てを甘く見ないようにというお告げが得られました。ところであのトンネルの真ん中にあるこの中央分離帯は微妙にいい場所になってます。あの形も楽しんでいきましょう。これはいいこと思いました。ここに土があって草が生えてますよね。これ全部根こそぎ取った方がいい、これを捨てれば多分相当良くなるんですね。このトンネルの印象が、そう、ここは玄関ですから、顔、人間の顔、これを良くすればこのトンネルは生まれ変わると。ちょっと今からでもやってみましょうか。ガードレールの頭で育ったと思われる苔だ。さあどうでしょうか。ほら荒削りではありますけど、だいぶ良くなったです。あの風水とか結構好きなんですよね。もう風水詳しいわけじゃないけど、原理自体は好きですね。風水の考え方だとこういう、まあ、玄関ですよね、
入り口に邪魔なものが置いてあると、そこでまあ良い流れが止まってしまうんですよね。だし、まあ、でも全然詳しくないんだけど、とにかくこういうとこに邪魔なものがあるのは、まあ、どかした方がいい。ましてやこれ歩道ですから。これでですね、まあ、このトンネルがまあ清まったということですね。うん、確かに清まったから、ここにお化けがいて、まあ、幽霊いるんでしょうけど、こういうことをしておけば、まあ、私は呪われないで済むはずということですね。多分大丈夫。まあ、もっと仕上げようと思います。これ歩道はやっぱやった方がいいでしょうか。じゃあこれで戻ってきました。今日の反省会、さらに先が見えてきました。トンネルの中だけじゃなくて、まあ、出入り口ですね、まあ、玄関に相当する部分もやはりやるべきかと。特に草を取るだけでもだいぶ印象が変わります。まあ、松江の最も古くて一番使って、まあ、一番使ってるトンネルですから、松江の顔と言っていいでしょう。今度除草剤を持ってきて、あの草の根っこのすごい強いのがあったので、あれを枯らしておいた方がいいですね。根っこがもうすごいでかくなってるから。そういうところです。ではこれでまあ今日の大島根県維新編終わります。まだまだ続きます。これ